おはようございます。今日は2020年の10月の6日、いやまずい、寝坊してしまいました。今朝の6時になっちゃいました。本当はねさっき5時に起きたんですけども、あの5時5分に起きて、もうちょっと寝たいなと思って10分後に、タイマー設置して寝たつもりだったんですが、全然気づかなかった。よくないね。慌てて出発ですよ。今日天気あんまり良くないみたいなんですよね。晴れの予報だったんだけどな、だからこの日程にしたんですけど、ただ今出発すれば富士山は見えそうです。こうもらってこう、この2本だけでいいや。しかし本当にすごいところに泊まったもんだよ。重いんですけどねこれ。出発して早速ですね、逆方向に向かいます。本当は遅れているからもっと早く行った方がいいんじゃないかという気もするんですが、しかしさすがにこれを無視していくにははばかられる。箱根の名所がすぐ近くにあるのです。どうも1キロほど下ればいいということだった。下りよりは平らな方が後で戻る時のことを考えると嬉しいですが、よし。うおー寒い寒い、こんなんじゃ風邪ひいちゃうよ。わあいい景色だ、いい景色だけど寒いよ、寒い。うわうわ、箱根仙石原、仙石原だと思います。仙石原らしい。仙石原の名所はすすきです。ちょうど今見頃らしい。すすきの大草原があって、朝の早い時間から人がいっぱいです。これは自転車で入ってくるのはいいのかな。これはターンが必要か。確かに素晴らしい名所だ。こっから昨日東海道から分かれてきた元箱根まで8キロあるから、まずそれを戻るために一生懸命これから漕がなければなりませんけどね。だからこそ逆にこういったところを立ち寄って元を取っていかなきゃね。すすきなんてね、私の生まれた近所の流れてる荒川にも入ってるぞと思ったんですけど、なるほど、確かにこれはすごいわ。ついこの間まで先日の昨年の台風19号の影響を受けて全然この通路にも立ち入れなかったそうですが、最近ついに一部だけ復活することになったようです。いい景色だ、朝の逆光。向こうから朝日が照らしてくれると一番良かったと思いましたが、朝もやの中のこの様子もいいかもしれない。今朝の6時30分ぐらいです。いい眺めだけど、じゃあ行きますか。今日の行程ですけれど、ここまず仙石原を戻り、約8キロ先の元箱根港から一生懸命旧東海道を進み、そしてですね、箱根峠を越えてからはしばらく約15キロにわたって下り坂が続くようですから、三島まではすぐの道のりでしょう。そして三島から先、東海道新幹線、東海道線で言えば富士駅方面、吉原とかですね、神原、そういった宿場を抜けて、確か神原の次は由比でしたかね、それから興津とかね、そういったところを通過しまして、まあ行けて清水とかかなと思うんですが、夜遅くなっても問題がなければ、静岡まで行こうと思います。明日の朝の天気次第では富士山がよく見えるかもしれませんので、ちょっと手前で泊まっておくということも検討したいものです。時刻今およそ6時45分、ロープウェイの始発前の桃源台の景色です。大涌谷の匂いか、この辺りで湧いている温泉か分かりませんが、大変濃い硫黄の香りがさっきから自転車に乗っていても感じられます。観光にかけられる時間は一瞬で、すぐにまた引き続き乗って、ちょっとあれだな、朝ごはんなんか食べればよかったな、シラスしか持ってないから。急がば回れですからね、コンビニ行って次に見つかったコンビニで朝ごはん食べよう。体力どんどんなくなってしまったらこの旅は終わりですから。さて、そして昨日はね、ここから今車が降りてきた方向へ急な坂道を通って行ったんですけど、多分こっちなんだよな。ここから行くとね、湖畔を自転車もしくは歩行者だけ速やかに抜けていくことができるらしい。急な坂道もそれほどなくね。そんなんあんだったらもうちょっと分かりやすいようにしてくれたらと思うんですけど、これでいいんだな。歩行者自転車専用道路のため車両通行禁止って書いてありますけど、自転車は車両なんだけど歩行者自転車専用道って書いてあるってことは行っていいってことだな。これなんかあったら怖いですね。なんか熊に襲われるとかあったら、箱根に熊はいるんだろうから、いてもおかしくない気がしますけど。歌歌いながら行きますか。
箱根の山は天下の剣、韓国関もものならず。他に歌うのないのかって感じですけどね。さあここからが旧東海道2日目の道中ということになります。ところでちょうどあったわ、コンビニ、ローソンがありましたね。コンビニでお弁当を買いました。ゆっくりしたくないですけどね、富士山が見えなくなるかもしれないから。ただ給油しないわけにもいかんでしょ。パパッと食べよう。ここでいいか。よし、山賊が出ちゃたまらんけど、まあうまいもん食ってたみたいですね。人殺した金でこんないいもん食いやがってると思うんですが、まあしかし山賊焼きをそのまま食べるわけではなく、実は昨日大井する方大量のシラスがありますので、このシラスとご飯で食べようと思います。山賊焼きはまああくまでそのおまけと。もう保存条件はねちゃんと満たしてるから大丈夫ですよ。昨日もうキンキンに冷えた氷をたくさんいただいて、それでねずっと持ってきたし、箱根でもちゃんとあのホテルでもあれに入れといたからね、冷蔵庫、うん、すごい食べ方だ。一体何百の命を頂戴してるんだって感じですけど、シラスの中にこれですね、エビが入ってました。なんかちょっと普通のエビとは違うみたいですけどね、ヤドカリみたいな形してますよ。それ結局ね結構たくさんありましたんで、食べきれなくて、全然食べきれなくて、シラス半分ぐらいしか食べられなかったんで、あとはまた引き続き、あんまり温まっちゃうとね、用冷蔵10度なんで、消費期限は10月の7日まであるんですけど、まあ、どうもこの元箱根というところは、もともとさっきの箱根神社があったんで、まあ、それでちょっと町になってるみたいでして、まあ、多分もともとね、ここは箱根宿では実はなかったんじゃないかな。だから昨日箱根宿に到着したと言っていますが、まあ、あれは方便みたいなものでして、あのまだこれからがですね、本当の箱根の宿場ということになっています。静岡県との県境ほど近いところにあります。アイスコーヒーを買いました、100円。まあ、コーヒーは飲まないんですけど、これでピシッとこう締めておくと、で、あとはこの下に落ちちゃいましたけど、これに入れとけばまた今日一日大丈夫じゃないかな。まあ半日は大丈夫だな。お、もう 20% 減っている。やっぱり消費が早いですね。まあしかし箱根の宿場はもう目と鼻の先です。一里塚がまたあったな、左側。ああ、これがまたあれか、旧街道ですね。昔の人はこっちを歩いてた、今は立派な舗装路があります。立ち止まりも一瞬にとどめたいですね。ここ怖いな。国道1号線ですからね、車の数も多い。観光客だけではなくて箱根で働く人がたくさんいますので、そういった人たちの朝の通勤ラッシュになっています。箱根の関所は右だって書いてあるな。箱根の関所について皆さんにご案内します。私もそれほど詳しくはありませんが、旧東海道を行く旅人たちは必ずこの関所を通らなければならないということになっていました。この右手にずっとさっきから芦ノ湖がありまして、芦ノ湖を、ね、そのまま渡ってしまえば別に関所の取り調べ、まあ、今の要はパスポートコントロールみたいなやつをね、突破できるじゃないかということなんですけども、あのそれはですね、厳しく監視されていました。ちょうど今私の立っているところが小高く丘のようになっていまして、この右手のところからですね、芦ノ湖を監視していたのです。でもしも渡っていくやつがいれば、それを見つけて追いかけるということをしたんでしょうね、多分ね。さてこの箱根の関所ですが、あのパスポートを監視するようなね、あの出入国検査をやっていたわけですけども、どういった取り調べをしてるか、まあ、そいつが犯罪人ではないかとか、そういった取り調べもしたんですが、それ以上にですね、入り鉄砲に出女という警戒するべき重大な2つの事項がありまして、江戸へ入ってくる鉄砲と、それから江戸から出ていく女については十分気をつけなければならないということになっていました。まあ、皆さんご存知のように私は男ですから、あの今これ江戸から出ていく方向に、進んでいく男なわけですけれども、この箱根の席でそれほど厳しい取り調べを受けることはどうもなかったようです。ここにですね、取り調べコーナーがありますけれど、ここに多分証文みたいなものを持ってきたんじゃないかな。ちょっと脇に解説書きがありますよ。ここにこんなお定め書きがあるんですけども、ちょっと見づらいですが、これはね、関所出入りするときは多分なんか帽子、それを取れみたいなこと書いてあるな。それからあとは関所出入りする女、これは、なんか証文と引き合わせろみたいなことが書いてますよね。要するに、まあ、あのビザをちゃんと持ってきたかということをちゃんと、特に女は注意して見せなければならないということです。なぜ女をここで厳しく取り調べをしていたのかと言いますと、
江戸時代各大名もそれぞれ軍事力を持っていました。幕府が自分で軍事力を持つという仕組みでは必ずしもなかったわけでして、そして諸大名が幕府に、一斉に、まあ、もしくは一部であっても反乱を起こすと、まあ、それを抑えることができたとしても幕府としても相当消耗します。だから、まあ、反乱を起こさせない仕組みを作るべきなわけですが、じゃあどうやって起こさせないようにしたか。その大名の家族を江戸に住まわせて、まあ、そして参勤交代させてね、お金を使わせたりとか、それから江戸に大名が、やってくるというのは妻子に会うためということでもありまして、その自分の妻とかその家族を人質として取っておくことによって、もしも反乱したらこいつらの命はないぞということをするわけです。だから逆にその大名の妻子が江戸からもし出て行ってしまって江戸が空になってしまうと、もうそこへ反乱を起こさないという動機がなくなりますので、動機というのかな、反乱を起こしても別に問題がないということになってしまうので、そういうことになっては良くないと。それでですね、幕府としては女を江戸から出すということについては厳しく厳しく禁じることをしていたわけでございます。それから他に入り鉄砲というのもあるわけですが、入り鉄砲については、要は江戸でまあ何か反乱とか事件を起こしたりするために使われそうな鉄砲、その重要な武器をですね、そう簡単に持っていかれては困るので、それもやはりしっかりとした消耗を持った上で取り調べをしていたということです。ちなみに助走してこの関所を突破するとか、まあ、そういうことも結構あったそうでして、それから他にも、まあ、賄賂を渡して突破するとか、まあ、いろんなことがあったらしいんですが、基本的に関所破りは重罪とされていて、破った場合にはですね、どっかここら辺多分あったんじゃないかと思うんですけど、処刑場みたいなところを貼り付けにされると。この間ね、鈴ヶ森の処刑場見ましたけれど、多分そういう状況になってたんじゃないですか。関所の取り調べ制度はおよそ260年間続きましたが、しかし江戸時代の最後の最後についに廃止されるということになりました。その後関所周辺で大きな戦いが起こりまして、関所は全部燃えてしまいました。明治時代になっても関所の取り調べ制度が復活されるということもなく、また根本的に関所という概念そのものが廃止されました。だから現在のあの建物は基本的に後から作られた新しい建物なんですけれど、ただ素晴らしいのは昔からの通り道であったということで、あの関所の公園をかなり長い時間、営業時間外であっても無料で通り抜けることができるようになっているということです。あと200メートル、この峠を越えれば静岡県です。ここで今一瞬富士山が見えています。今日はちょっといつまでも見えるかどうか分かりませんが、ともかく今見えています。剣ヶ峰まで見渡せます。よかった、長い神奈川県の旅も終わりました。この芦ノ湖を実に半周ちょいしたということになるのかな。さあ、国道1号線の案内、沼津三島と書いてあります。左はね、箱根新道小田原方面。もうここから先静岡県の地名しか書かれていません。神奈川県の地名は全部終わりました。ここからいよいよ三島までの長い長いダウンヒルの始まりではないですか。関所を越えたあたりにそろそろ箱根の宿場町の中心部が見えてくるはずです。さあ着きました。これより静岡県神奈美町、ここから先は神奈美なんですね。そして標高は 846m、 ここが箱根峠です。これから先三島まで、いや沼津までかな、長く贅沢に下り坂を使って進んでいきます。三島まで 17km、 沼津まで 22km の道のりです。長かった。 1km のうち 85% を上側に登ってきてしまったんだからな、ということですよ。これがこの旅の最高地点であり、また東海道の最高地点でもあったはずです。いやどうかな、多分そうだと思うんですけど、ちょっとわからんわ。じゃあ気温16度、途中寄り道はありますけれども、ビュンビュン行こうと思います。安全第一でね。あんな自動車、新品の車たちも箱根越えか。さあこれが箱根峠。
転車って楽しいね。おお、前方になんか街が見えるぞ。ちょっと止まっても構わんでしょう。ここなら大丈夫でしょう。ちょっと端っこのところ止めさせてもらおう。もう柵もすごい低いんで、なんかおっとりうっかりバランスを崩したら落ちるんじゃないかと心配ではありますが、自転車だからこそ落ち着いて見られる景色かな。丹那盆地が一望というかどうか分かりませんが、かなりよく見えます。あの地下を東海道本線および東海道新幹線が丹那トンネル、新丹那トンネルで抜けていきます。今私が見ているのは東側でして、画面の右手方向が伊豆半島です。私のやってきた東京方面は向こうということになります。険しい山に囲まれていて、ここもトンネルでなければ通ることは困難だったところです。じゃあ引き続き峠を下りますが、車が多すぎて行くタイミングがないな。だんだん人々の活動する時間になってきてしまったからな。よし、今だ。怖いな、うっかりしたらこの先人の谷へ真っ逆さまですよ。カーブを曲がりきれずに自動車がぶつかったらしい跡も左にあります。2つもある。しかもそれが景色に見とれたかな。さて、さあ、いいところに来ました。ここから先ですね、旧東海道はここから左手です。新しい国道1号線はこのトンネルを抜けますが、少しだけこう迂回したルートに入ることになります。山中城というのがこの先にお城の跡があるそうです。何だったかな、確か北条氏が築いたこの辺りの守りを固めるためのお城の中の一つだったかと思います。ここにはいくつか休憩所などもあって、昔の東海道の趣がやはり残っています。ああ、こっちの方が落ち着ける。あ、これか、山中城址って書いてあるね。解説を読みましょうか。史跡山中城跡、文献によると小田原に本城のあった北条氏が永禄年間、まあ戦国時代ですね、に作ったと伝えられる中世最末期の山城である。これは豊臣秀吉の小田原攻めの際に1日で攻め落とされてしまったお城だそうでございます。ただそのお城の立っていた時のですね、ここに巨漢があったとか、なんかそういういろいろお堀の跡とかが割としっかり残っているんだそうです。見ていくのも楽しいと思いますが、今日は先を急ぎたいと思います。あー、1号国道1号線から外れるとなんともどかな景色ですよ。もうこういうね、穏やかなのが一番だ。静岡県側に降りてきて天気も良くなりましたね。あったかい、あー、ポカポカだ。この調子でなだらかに行きたいな。坂道も今の3分の1の傾斜でいいから、その代わりずっとそれで静岡市ぐらいまでずっと続いてくれるんですけど、なかなかそうはいかないものです。横断歩道あり、自分が歩行者よりもかなり強い危険な乗り物に乗っているということもよく気をつけないといけないですね。よし、安全よし。 JR 東海管内ですからね、東海式にありますか。おお、前方にまた三島の街が見える。ちょっと止まったっていいでしょう。あれ三島だよな。まさに前方が静岡県三島市、そして続く沼津市の景色です。新幹線とかも見えるかなと思いましたが、ちょっと分かりませんけれど、ともかくですね、ここに見えておりますのはまさに駿河湾、海まで見渡せるようになりましたか。昔の人は長い山道、峠越えの道を過ぎて、そして眼下にかなり遠くであっても街が見えると、おおと思わず感嘆を漏らしたそうですけれど、その気持ちがよくわかります。さあ、またここで国道1号線と合流。また怖い思いをするかと思ったんですが、幸いなことに立派な歩道が整備されているではありませんかと思ったけど、それもこれまでか。あー、反対側にはあるんだな。景色はどっちの方がいいですかね。さて、次の寄り道はここです。三島スカイウォーク、これ日本で一番大きな吊り橋のある名所です。ただ日本で一番大きな吊り橋は多分明石海峡橋だと思うんで、あれだろうな、
普通に歩いて渡れる吊り橋で日本一番なんですよね。いや寒かった。もう険しい峠道十何度とかのところでずっと下り続けてましたから、日光浴で体を温めましょう。時間より数分早く開けてくれました。展望台があるんだな。正直あまり見ていく時間はありませんので。これか、日本一のお釣り場所は。あー立派だ、立派で、そして、まあ、富士山もとりあえず見えてるな。おおすごいね。へえ、下も先人の谷じゃないですか。まさに箱根峠の長さは 400m で、人が歩くための釣り橋としてはこれが日本で一番です。ちょっと揺れてるみたいですね。そして向こう、頭を雲の上に出して四方の山を見下ろす富士山です。三島沼津はこちらです。この辺が沼津かな。ここまで降りた後は吉原とか原とかそういったところどんどん進んで、清水の方まではさすがに見渡せませんか。あそこが吉原とかですかね。いや遠いな。あそこが富士市の製紙工場だからまだ後で行くと思いますけれど、あんな彼方まで漕いで行くのかと思うと、あなんか目がねちょっと遠くなるような気がします。いや気が遠くなるような気がしますが、しっかり見るのはまた今度にして、今日は3分で立ち去ります。旅はまだまだ長いし目的地も遠いですからね。ここが1号線だったかな。旧道はここにあるみたいですけど、ただ違うよな。景色の具合は素晴らしいんですよ。車道に出るポイントないな。お隣の黒い塚、お、一里塚がある。そこですね、小高い一里塚。東海道の道の両側に向こうにも塚があって、上にえのきみたいなやつ、こっちにも塚があって、あの石碑そのものはどうもないようですけれど、かなりよく残っていていいところです。とてもいいところですよ。自転車で走るのがとても困難という以外はね。うわ、いいとしない方向に行ってしまった。よし、これで無事にとりあえずまともに走れるようになった。三島の宿場まではあとわずか1里の工程です。松並木があるということは、裏を返せば昼なお暗き杉の並木が終わったってことでしょう。もうあの険しい箱根の峠道は終盤に差し掛かりですよ。そしてついにここにあるのは鉄道ではありませんか、複線ですから東海道本線ですね。旧東海道踏切とありまして、もう右手そうほどないところに三島駅、右側に第一閉塞の信号があるかな。あ、待ってくれてる。鉄道があるということは鉄道が走れる程度の坂道の地形のそれほど険しくない場所へやってきたということです。箱根湯本から三島までは全く沿線に鉄道はなかったですからね。険しくも情緒ある道のりがいよいよ終わりということになりまして、少し寂しくもあります。でもやっぱりこの過酷な峠越えを終わったって、そっちの喜びの方が大きいかな。 70% か、残りのバッテリーは出発からもう3割消費しました。時刻すでに9時45分になっています。頑張って進みますが、今日も時間がかかる長丁場になりそうですね。静岡まではあと60キロほどあります。
しかし自転車ってのはそういや漕いで進むものでしたね。もう今の15キロの長い下りの道で完全に忘れ去ってましたけど、まだ沼津まではしばらくあまり漕がなくてもいい、そんな道のりかと思いますが、先ほど大場川を渡りまして、今いよいよ東海道第11番目三島宿にたどり着きました。これにて箱根八里はとりあえず制覇しました。三島の町の中心に鎮座するこの立派な神社、よく紹介しております寛平大社の三島大社です。三島大社はこの三島の町を発展させるのに一役買った神社でありまして、まあ要するにこの三島はこの大社の門前町ということであります。立派な町だ、町に着いたって感じがするわ。旧社格では寛平大社に列された本当に位の高い神社がこの三島大社です。通りがかりにこんな立派なお宮があるならぜひ寄っていこうと、まあ、私も自転車を止めてここへやってきたわけですが、多分ですけどね、三島大社そのものもこうして発展してきたのではないかと思います。三島宿はもともと箱根宿の一つ手前ということで、箱根の関、箱根の山へ挑む人たち、それがこの手前でじゃあ明日からは箱根だと身構えたり、箱根の山を越えてきて、さあついに山を越えた、これから先しばらく安泰、山祝いというのをしたそうです。箱根の山を越えたお祝いをする場所として大いに栄えた、その宿場の中心として機能していました。新幹線に乗ってブラッと通りがかるだけではこのありがたみはもしかしたらわからないかもしれません。昔の人がこの三島大社に立ち寄って、そして感謝の意を捧げ続け、ここが大きくなっていくといったのも、まあそれも当たり前のことだったのかもしれません。さてここはね、商売繁盛、なんかいろいろお宮があるんですよね、神社の境内の中に。これは厳島神社らしいんですけど、よし、じゃあ私も入れときましょうね。いつも三島大社にお世話になってます。三島大社ってね、観光地として間違いがないから僕もよく来るんですけど、今日が一番良かったな、今までで最高の訪問だった。そりゃそうですよね。三島の町の名物はまず第一にはうなぎかな。まだ朝の早い時間ですけれど、うなぎ屋さんがもう焼いてますね。食べられるのかな。あんまり寄り道しまくるのはやめておきましょう。寄りたいところはいくらあってもつきませんが、時間にも限りがあるからね。江戸時代の人もこうやっていたんじゃないですか。小川のほとりにこんな鐘がありまして、時の鐘、旧東海道の時代から通る人たちに親しまれていたものだそうです。時間になると鳴らすんでしょうね。ただこれ神社の鐘らしいんですけど、多分昔の神社とお寺がごっちゃになってた時代の名残なんでしょうね。普通神社に鐘はないでしょう、多分。素敵なせせらぎですよ。三島の町は富士山が近いということで水が大変綺麗で、また豊富です。ちょっと触ってみますけど、冷たいんじゃないのかな。結構、あ、冷た、え、こんな冷たいの。あー、こんなにたっぷりと水がどんどん流れてきますので、お魚などもたくさん取れまして、例えばあそこ人ん家のところにね、あの水が入っていってますけれども、うなぎが名物になるのも納得の地形です。さて、明治時代になって東海道本線が三島の町を大きく外れて走るようになり、この町の衰退を憂いた町の人たちはどうしたかというと、自分たちでその離れた東海道本線の三島駅、現在の御殿場線下戸刈の駅まで電車を引いて、町の中心部と直接アクセスできるようにしました。当時は寸津鉄道と呼ばれていたそうで、現在の伊豆箱根鉄道にあたります。路線は最終的に延伸されて、現在は伊豆市の修善寺まで結んで走るようになり、JR の特急列車踊り子号なども1日に 2,3 便やってきます。この電車は名物のラブライブ電車だ。ラストワンって書いてありましたね。なくなっちゃうんだ。ラブライブはお隣沼津の名物です。そ
して自治体の名前としても三島市は終わり、今静岡県清水町に入りました。清水町というのはあの清水市とは違います。ちびまる子ちゃんとか清水次郎町とかで有名なあの清水市はもっと先のところで、ここは別の清水町。次の宿場はお隣の市、静岡県は沼津市です。東海道の第12番目となります。お寺の脇に一里塚、法治寺というのかな、こんなお寺があって、右にも左にもちゃんとした塚がありますが、ここから少しだけまた海の方へ寄り道をします。この清水町は実際に読んで字のごとく清水の湧くところで、本当に美しい公園があるんだそうです。私は行ったことはありませんが、写真で見る限りは相当すごいところのようですよ。ここは国道1号線沿いです。先ほども言いましたように、この辺りは水の湧く里です。旧東海道沿いでも随一の眺めを楽しみましたが、しかしちっとも前に進みません。この辺りの素晴らしい名所が多すぎるからです。まあ仕方がないでしょう。この分だと静岡に着くのが夜になることは間違いありませんが、それ以上にもしかすると幡多峠の辺りでもう日が沈んでしまっているかもしれないな。足を早めましょう。ここから先はそれほど立ち寄る予定はありません。さて、箱根でも聞いた地名ですが、今到着した交差点、三枚橋交差点といいます。ここから左手に沼津の港があり、ちょうどこの辺りが旧東海道の江戸見附ということになっていたようです。東海道第12番目の宿場、沼津に到着です。市内を流れる主要河川は加納川です。向こうにですね、旧東海道がありまして、少しだけ今ずれてきました。この川左右に蛇行していますが、向こう山の、まあ、あの手前のあたりでですね、いよいよ河口ということになりまして、海に出ます。そこにあった沼津港、かつては国鉄沼津港線も行っていました。沼津の港、この経済を支える主要な重要な港だったそうです。現在でもやはり主要な町ではありますが、昔よりも勢いは落ちつつあるようです。ところでこの加納川もずいぶん水がきれいですね。やっぱり富士山が近いから水質がいいのかな。だから当時を思わせるものはあまり残っていません。そしてまた沼津はこんなに立派な町になりましたので、こういった意味でも当時の名残はあまり色濃くは残っていないものかと思います。なぜ沼津がこんな立派な町になったのかというと、まず一つ、東海道本線がですね、先ほどとか昨日ですね、神津の駅のところから箱根の山はこれは通れないので迂回するということをやっていましたが、その迂回した東海道本線がこの沼津からまた私の通る旧東海道と同じような道筋を行くことになります。その蒸気機関車の付け替え運行の拠点の駅として、沼津の駅は鉄道の街になり大きく発展しました。またこの近くに確か陸軍だったと思いますが、この戦争の兵器を作る大きな工場ができまして、現在はもうありませんけれど、それも沼津の街を勢いづかせる一つの要因になりました。
ところで街の中に上がっている上りを見るとアニメキャラクターのものが目につきますが、先ほど三島の駅でも通りかかりました、ロマンスカーじゃない、間違えた、ラブライブね、アニメラブライブサンシャインでいいのかな。昔栄えに栄えたこの沼津の街ですが、今はそれほどでもないようです。むしろデパートが閉店するなど昔より勢いをなくしてきています。ただそんな時、まあおそらくたまたまだとは思いますが、アニメのラブライブサンシャインというものの舞台になりまして、その聖地巡礼などでアニメマニアの人たちがいっぱい訪れるようになりまして、また沼津の側でもですね、そういった新しいもの、まあ、まだアニメオタク趣味みたいなのはね、世の中では広く受け入れられていないのかなと私はいろいろ見てると思いますけれど、沼津ではそういった新しいものも積極的に受け入れて、そして全国でも珍しいアニメの街として知られています。さて沼津の宿場も過ぎ去りました。次はおよそ4キロで原に到着します。次の原までの間は、まあ、特にそれほど見どころはなさそうだったので、じゃあちょっとだけですね、旧東海道を離れて脇の千本街道に入りました。多分こっちもそれなりに昔から名前からしてね、あの昔からあった道なんじゃないかなと思いますけれど、ここは海が近いところですから海際をちょっとだけ走ってみることにしましょう。多分昔の人もそういった寄り道をしたんじゃないかと思います。左手立派ですね、千本松原。これ入って行っていいのかな、入れるか、入れそうだな。よし行ってみよう。こっちにサイクリングロードがあるんだそうで、まあなかったとしてもこの辺りの景色は素晴らしいですよ。海風から旧東海道を守るために作られたのか、これ なんで作ったか、なんか理由があったはずなんですよね。もう僕ちょっと忘れちゃいましたけど、飛行機からとかでも見えるこの辺りの名所です。ここを自動車で走ることは禁止されているようですが、自転車で走ることは特に禁じられていないどころか、むしろ太平洋なんとか自転車ロードみたいな感じの名前がついているようでして、自転車で走ることは積極的に奨励されています。車はいないから好きにスピードを出すこともできます。ただ風が強いんでね、思ったよりは出ないな。速度はね、今20キロちょいってとこかな。20キロいってないわ。そして出てきましたよ。これ素晴らしい美しい西伊豆の光景です。これより駿河湾、素晴らしいところじゃないですか。そして何が素晴らしいかってね、これですよ。ここにサイクリングロードが整備されていて、もうね、旧東海道ずっとすぐ信号ばっかりやらったんですよね。2つ行ったらまた信号で止める、こんなんじゃ夜になっちゃうと思ったらば、こんなにいい道がありましたか。しかもこの道ですが、よくよく調べてみますと、千本街道ってのはね、昔あの東海道として使われた実績があるのかな。やっぱりね、今確認したけど、江戸時代になる前はここはあの東海道として使われていた道だそうでして、かつて国道1号線としても使われていたし、東海道中膝栗毛とかね、有名なあの話の中でも、まあ、これ個人の方が作ったブログそのままもう皆さんにお伝えしてるだけなんですけど、こう十遍シャイクのあの話ではね、ここの中を通ったということになっております。向こうあれですね、展望なんとか、水門ビューオーって、あれも沼津のね一つの観光施設だそうです。時間に余裕があったら寄るつもりだったんですが、余裕がないため寄りません。このまま原の宿場を飛ばしてしまって、行ってしまうということも結構東海道の旅ではあったようですが、それはどうしようかな。全部の宿場行った方がいいですよね。それだけはちょっとやめておきましょう。53次ですから。さて心地よく改装していましたが、どうもね、原の宿場を少しだけ通り過ぎたみたい。まあちょうどここから一旦降りればいいでしょう。まさに高速道路から降りるという感じだ。沼津から原までの一里、短かったですね。こいつは楽でいいや。この千本松原ですが、どうもあのさっき調べたんですけど、これ植えたのはあの江戸幕府とかでもなく、旧東海道を守るためとかそういうこととも特に関係はなく、あの地元の農民たちが自分たちの農作物から沿岸、農作物を沿岸から守るために作ったと。奥東海道線 211系が走ってますね。トイレがありません。6両編成です。この間5両って言ったけど間違い、多分6両ですね。東海道線の踏切を渡りまして、東海道第13番目の宿場町原宿です。
原宿とねすごく似てますけども、実際なんかネットで原のこと調べようと思ってね検索しても全然正直に原宿のことしか出てこなくて、まあ原宿東海って入れるとさすがに東海道って出るかなと思ったらね、 YouTuber の東海オンエアが出てきました。この裏の通りが旧東海道です。ちなみにもともとはさっき私が走っていた千本街道の方に、宿場もあったらしいんですが、まあ、あっちにですねあったのはなんか波の被害を受けるってんで海が近いと危ないからこちらの方へずらしてきたようです。この原に伝わる言葉として、駿河には過ぎたるものが2つあり、富士のなんたらと原の白隠と、そういう言葉があるんだそうですけども、ちょうどここにですね信号の脇の交差点白隠誕生地前とあります。こんなに大事にされてるわけですよね。白隠禅師誕生地、このお坊さんは誰なのか。それはこの松陰寺で道行く東海道の旅人に禅を伝えていった人のことだそうなんですが、土足厳禁。ここにこの松陰寺ができたのは鎌倉時代のことだそうです。臨済宗のお寺、禅宗のお寺ですね。まあ、禅とか言ってね、私の知ってるところでは、会社の、研修会みたいなので禅をやったりするなんて話も聞きますけれど、江戸時代当時はもうなんか全然流行っていなかったらしく、もう全くもって受け入れられていない。鎌倉時代の頃とかだと、当時の武士たちにですね、広く受け入れられていて、かなり栄えたらしいんですが、そしてこの松陰寺ももうボロボロの状態だったそうです。ほとんど廃寺同然だったと、入り口のところだったかな、どうか書いてありましたが、そんな中で白隠というお坊さんがですね、もともとどうもこのお寺の生まれだったわけではないようなんですけども、禅のことをですね、いろいろと修行して、そして最後また故郷のここへ帰ってきて、東海道の道を行く旅人たちに、禅の話などを聞かせるようになったそうです。でそしてそれに感銘を受けた人たちが多く、またここで立ち寄り、そして中にはここで修行するという人もどんどん増えてきて、ここはその臨済宗の修行の場所となりました。そしてそれから先、禅宗の臨済宗はまた多くの人たちに受け入れられるようになっていったということです。だから多分ここの伽藍というのかな、並んでいるこれもその当時のものなんじゃないかな。まあ、少なくともね、江戸時代からずっと残っているものだということですけれど、そらなるほど、みんなをそんだけね感動させて、当時流行ってなかった宗教をもう一度流行らせるっていうのはかなり大変なことですから、地元の有名人として後世にまで伝えられるのも納得です。あ、大丈夫かな、大丈夫かな。ところでこれなんですけど、これ枕木じゃないのかな、鉄道の。ここは違うみたいだけどね、こういうなんか穴とかが開いてて四角いんですよね。これ多分犬釘を打った跡じゃないの。昔国鉄とかだとね、枕木なんか言えばくれたらしい。今はなんか中古の枕木が1本何千円とかで買えるらしいんですけどね。ちなみになぜ当時全然流行っていなかった臨済宗がもう一度受け入れられるようになったかというと、それはこの白隠さんが江戸時代風にもう一度アレンジし直したんだそうです。まあ、鎌倉時代と江戸時代っていうのはね、私たちからするとなんか似たようなもんなんじゃないかって気がするんですけども、まあ、今の、現代の日本と、それからまあ江戸時代の中頃の日本と、それぐらいですね時代の隔たりがありますんで、まあ、そのままの価値観が受け入れられないのもまあある種わかります。それを今風に、要は江戸時代風にもう一度多少アレンジをしてみたところ、その具合がちょうどよかったんでしょうね。多くの人に受け入れられて、そして現在の臨済宗に続いているということです。川崎の宿場で食べた奈良茶飯もそうですけれど、何事も当時うまかった、当時良かったとされることが今の価値観にそのまま受け入れられるかっていうと、それはまた難しい話ですもんね。さて今は宿場の中心部ですが、もうそろそろ原は多分そこまで大きな宿場ではなかったと思うので抜けるはずです。ここを過ぎますと次の宿場、静岡県沼津市から富士市に入りまして吉原です。ちょっとだけ寄り道です。お財布が落ちました。ちょっと拾います。大切なものが。危ない危ない。左手ありますのが JR 東海東海道本線の原駅です。いいですね、宿場の中心にある駅という感じだ。ここなんかすごい古いレンガの倉庫あるんですよね。これ多分大昔からのものだと思いますけど、気になるんだけど、これなんだっけな、なんか説明を聞いたような気がするんですけどね。EF66 の通過、ここで
改めて時計を見せられましたが、もうお昼になってるんですね。貨物を満載。昔の東海道の宿場町の幕府から言われていた仕事、これはですね、隣の宿場まで荷物を運ぶということにありました。今はそれを JR 貨物が請け負っています。もしくは東名国道1号を走るトラックドライバーたち。駅を出発ししばらく西へ向かって走っていると、住所の表記、さっきまでは、西町となっていたのが新田に変わりました。特に解説はありませんでしたが、まあ、おそらくこの辺りで原宿は終わり、まあ、なぜ、あ、これだこれだ、多分この橋を渡ったら終わるんだろうな。そして次の宿場は吉原です。また進んでいたら上りが目につきました。富士宮焼きそばの上り、この間富士宮行ったばっかりなんですけども、ここのお店で売ってると。まだここは沼津市なんですが、店の人に聞いたらね、もう幾分行ったらばもうすぐ富士市ですよ、教えてもらいました。線路を渡ったらあるということでしたね。まあ、こんな串ぶりですから、もうすでに入ったということはお分かりだと思いますが、入ってですね、少なめにお作りいただいた、富士宮焼きそばを食べました。店の人に、僕東海道の旅してるんですよみたいなこと言ったんで、まあ、動画撮っていいですかって話の他にね、そしたら、あ、ぜひお気をつけて行かれてくださいねと、2人いたんですが、2人でですね、見送ってくれました。いろいろテレビ取材とかもなんか受けてたみたいだからね、あ、大丈夫かなと思ったんですけども、芸能人のサインとか店の中にあるとね、安心ですよ。東海道本線の踏切、この辺り東海道線は110キロぐらいまでは出しますよね。結構早い区間ですよ。もうだいぶ来たから、吉原を過ぎればあとは富士駅周辺、富士宿ってのはないんですよね。今日はね、もう富士山は、まあ、さっき箱根で見えましたけど、もうあれだけだろうな、見えないだろうな、それがちょっと残念ですわ。やっぱ東海道の旅ってたら富士山が右手、もしくはたまに左手で見えるっていうのはね、あの必須の条件なんじゃないかなと。それは秋晴れとかになりそうな10月までね、ずっと忘れ、本当この動画ね、6月ぐらいにこのシリーズ始める予定だったんですけど、こんな時期まで引き延ばしたんですが、いや残念、見えなかった、まあ、全く見えなかったわけではありません。そして今私の後ろ側を多分通過したんじゃないかと思います。静岡県富士市に入りました。彼岸花は美しいですね。またここでさっき通っていた海際のサイクリングロードに入りますか。ちょうどこの浜辺のサイクリングロードはそろそろ終わるようですが、旧東海道もまたここからいろいろ動くというので、さすがに見どころを逃したらまずいですからね、ちゃんと元通りに戻りましょう。まあすぐ向こうを走ってるんですけどね。ちなみにここは千本松原と言いますけれど、当然松の数が千本で済むはずはなく、実際には何十万本も埋まっているんだそうです。昔のあれって結構適当ですよね。まあ30万本松原じゃ語呂が悪いのは分かりますけど、万丈の山、そんなわけないだろうと思う。一方で千本松原、ずいぶん謙虚だな。これはね、旧東海道ではないですね。この辺り富士市といえば、まずは第一に紙の町です。すごい光景だ。いつも東海道新幹線から見てね、おおっとなってますけれど、まあ大抵の場合はそのバックに富士山があるんですが、今日この裏にね、富士山が見えたら本当におおって感じだったと思うんですけど、あの煙突の真ん中あたりに剣ヶ峰が見えるはずなんですが、残念ながら今日は見えませんけども、真ん中つが2つ並ぶところの右手ぐらいですね。まあこの画面から想像してみてください。いやー、こればっかりはね、どうしようもないんですよね。見えたらとても良かったんだけどな。ちなみに前方に JR 東海および学南電車の吉原駅があります。ちょうど今なんか昼間の工事中みたいですね。工場敷地のすぐ脇を行く東海道線の電車の写真も撮りたいですけれど、まあ来ないかな。この辺りは駿河シャトルとか言って、ね、15分に1本ぐらいは来るんで、まあそんなに待たなくても来るんですけど、やめときましょう。待つ癖はあまりつけたくない。向こう学南電車です。紙の輸送のために敷かれた鉄道、現在ではその役目はもうほとんど終わっています。鉄道、普通のお客さんを運ぶ鉄道としては活躍してますけどね。でもこれがね、
どうせ来ねえだろうと思ってたらね、来たんですよ、渡った瞬間に。313系電車です。さて到着しました。ここは旧東海道第14番目の宿場吉原です。前方にあります JR 東海吉原駅もご覧ください。大きな駅、広い敷地です。ちょうど211系が出ていきます。もともと紙をたくさん作っていた工場からですね、貨物列車がどんどん出まして、こんなに大きな敷地を必要としていたのでしたが、現在では鉄道による貨物の紙の輸送は吉原からはもうないんじゃないですか。すごいガードがあるんですけど、この地下道は夜間婦女子の一人歩きは危険ですから、東側の JR 駅構内の歩道橋をご利用ください。書き方もすごい古いですし、なんか新しい看板に見えないですけど、多分見た目だけなんだろうな。国鉄駅構内って絶対書いてあったんですよね、これね。まあ、しかしこれまでずっと海の際をね、まっすぐに進んでくるだけだったんですけども、急にここでわざわざ山側の方に道が折れています。東海道本線はこんな変な通り方はしないわけですよね。なんでこんな変な通り方をするのか調べたらですね、この吉原宿というのはもともとやっぱりすごい海際のところにあって、旧東海道もそこを通っていたらしいんですが、何度も何度も津波とかそういうのが来て、それでだん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 ですね、その津波対策もしくはまあ大波高潮対策で、宿場を内陸側に移転していき、そして東海道はこの辺りでだけ湾曲するということになったのだそうです。本当ね、そんなに行くっていうぐらいに内陸にぐいぐいと曲がっていくこの辺りの東海道ですが、そしてそれ特有の名所をここに作り出しました、左富士と呼ばれる光景です。昨日平塚でもまた左富士を皆さんご覧に入れることはできませんでした。あるという話はしましたけれど、今日も残念ながらこの天候ですから見ることはできませんが、まあ、しかし一応ね、富士山の裾野がこれだけ近いのでちらりと見えていまして、まあ、ここにどうも存在するらしいということは、まあ、想像はできるんじゃないかと思います。平家越え橋だって、多分あれだろう、平家がここを越えて落ち延びていったのか、多分そのパターンだと思うんですけどね、多分ね。学南電車の吉原本町駅です。本町というのかな、私学南電車乗ったことないんでね、あんまり詳しくなくて申し訳ないんですけども、ちょうどここで電車が来てくれると最高なんですが、そう簡単には来ないかな。ちなみに本当偉そうでね申し訳ないんですけど、そんな本気の苦情とかでは全然ない、ちょっと冗談も半分でね聞いてもらえばと思うんですけど、僕ね学南電車にねいくら聞いたことあるんですけど、吉原本町駅とね本吉原駅がね隣同士であるんですよ。これ結構あれなんじゃないですか、紛らわしいんじゃないですか。まあそんなの学南電車の人たちも思ってんじゃないかと思うんですけどね、大昔に大体こういう駅名は決まって、変えるとなるとお金かかりますからね。この吉原本町駅はとても素敵な雰囲気の駅です。大昔のやつ基本的にそのままの姿で留めてますからね。学南電車はもともとは多分紙の輸送のために作られた鉄道だと思いますが、現在はその役割はもう終わってしまいました。しかしそれでも活躍しているのはこの東海道吉原宿が、津波などの大災害から何度も何度も逃れるために繰り返し内陸へ移転した結果、海際の新しく走っている東海道本線とは大きく離れてしまった、まあ、それが由来でしょうね。町の中心部と東海道本線を連絡する鉄道として現在でも活躍しています。電車の出発までは10分ぐらいあって、10分どうしよう、でもちょっとなと思って過ぎ去ろうと思ったんですが、よくよく考えたらトイレに行きたかったので、じゃあいいやと思って、ね、久しぶりに列車のホームに来ましたけども、これねトイレ、まあ、使わせてもらいまして、入ったら、ね、入場券を買って入ったわけですが、こういうやつなんですね、硬券。これ普通の切符も全部これだそうです。昔鉄道の切符店全部こういうやつでパチンとハサミを入れたんですけども、すごいなこの入場券、これ2020年10月3日って書いてんだと思います。でこれね、もともと割引用なんだと思うんですよね、本当は。だからこの書き方だと令和20年とか平成20年に見えちゃいそうなんですが、まあ経費節減のためということで、昔のスタンプをそのまま西暦に直して使うんですね。さあ電車が来るそうです。すごい音だな、今時こういうのあるんだね。まあそれはあるだろうなと思いましたけど、それではまだ引き続き富士市内を走りますが、
ともかく吉原宿はこの辺りで終わりです。次なる宿は東海道第15番目神原です。